前たち、これを見つけてくるのです。曲がってないやつを見つけてくるのですよ。このままつけるんじゃダメなのか。とりあえず船にはできるって聞いたよ。陸地を走るときに必要なのです。頭を使うのです。頭を使うのです。ちゃんと食べてるのですか。ぐぬぬ、新井さんはその辺バッチリなのだ。カバンさんのためならどんとこいだけどさ、それってどこにあるの。似たようなバスはいくつか島で目撃されているのです。まずはそれを探すのです。探すのです。ちゃんとこれがまん丸かどうかよく見るのですよ。任せるのだ。ピッカピカのを見つけてくるのだ。ああ、でも新井さん、ここんとこ歩きすぎたよ。サンドスターがもう。しょうがないですね。遊園地にバス的なものがあるのです。バス的なものを貸してやるのです。とっとと行くのです。何？新井さんもバスに乗れるのか。おお、よかったね新井さん。おお、すごいね。お前らにはそうですね、これぐらいがいいのです。これくらいなら足が届くのです。お前らは小さいので。博士助手と似たようなもんだよ。おお、わっせ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 、出発なのだ。はーい、よっと。わっせわっせわっせ、歩くのとそんなに変わらないのです。あれは船出に間に合いますか、博士。まあなんだかんだあの根性は信用してるのです。大丈夫ですよ助手。これで概ね片付きましたね。まったく、おさも楽じゃないのです。これでおさらしく家宝を食べて待てるのです。まったく。今日もカバンにご馳走になりますか、博士。そうですね、ちょっと料理を引っ掛けて帰りますか助手。